まもなく白石ホームは左側3番線の到着です。本日吹雪のため列車に運休が発生しております。別駅6時27分発の普通列車は運休となっております。ご利用のお客様にご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。またこの先の手入れ方面、星見から先小樽までですが、除雪を行うため本日10時頃まで運転を見合わせております。小樽方面ご利用のお客様につきましてもご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。これから先お乗り換え列車につきましては、駅電光掲示板または放送にてご確認くださいますようお願い申し上げます。まもなく白石ホームは左側3番線の到着です。この駅のポイントが切り替えができなくなっております。運転再開までこの列車は内房駅に停車いたします。発車までしばらくお待ちください。詳しい情報、また新しい情報入り次第再度ご案内申し上げます。解消したため電車の運転再開いたします。この列車運転再開いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。特急オホツク1号網走行き7番線から6時56分で、ご利用のお客様は連絡通路あたり7番線へおいでください。また本日ですが吹雪のため多数の列車に遅れ運休が発生しております。なお小樽方面につきましては本日星見から先小樽まで除雪作業を行うため10時まで運転を見合わせております。ご利用のお客様に重ねてお詫び申し上げます。ホームは左側4番線の到着です。ご支度をしてお待ちください。まもなく本日ご質問いたしまして